どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、枝毛について紹介していきたいと思います。で、枝毛がやるとやっぱ綺麗に見えないじゃないですか、髪の毛って。で、まあそれの原因って結構皆さん知ってるかなと思うんですけど、まあ例えばじゃあ乾かすことを忘れて、濡れたまま寝てしまうとか、でドライヤー結構高温でまあしっかり乾くようにもう乾かしすぎてしまうとか、でアイロンとかも高温で200度とかでもう巻いちゃうとか、あとはまあパーマカラーずっと繰り返しているとか、まあ紫外線結構浴びてしまうとか、いろいろ原因があるかなと思うんですけど、まあそれも全部髪の毛の水分をやっぱこう出しすぎない、蒸発させすぎないっていうのが結構重要になってくるので、本当にドライヤーのかけ方でアイロンの入れ方でだいぶ変わってきます。で、ドライヤーかけるときもしっかりとオイルをつけて、で、オイルで保護してからドライヤーしてあげると全然変わってきますし、それでも結構私乾燥してしまうよという方は、マイナスイオン、イオン系のドライヤーですよね、を使ってあげると髪の毛の水分を残しながら、髪の毛を乾かしてくれるので、それがまた一つ、ポイントかなと思います。で、コテとかアイロンを使う方もそうなんですけど、やっぱり、まあ、巻き髪ローションだったりの3つタイプのトリートメントですね。それをまあ、ちょっとつけていただいて。で、結構湿ってたりとかしたら、そのままアイロンとかは入れないで、一回ちょっとドライヤーで乾かしてください。それだけでも全然変わってきます。濡れた状態でアイロン入れることによって、よりダメージが出てきます。より枝毛になってしまうので、しっかりと乾かして、それで、アイロンを入れてあげると、より効果がアップしますので、アイロンとか、コテをやる際は、そういう巻き髪ローションだったりミストタイプのトリートメントを使うことをお勧めします。で、まあ、パーマカラーもやってる方っても仕方がないと思うんですけど、やっぱり日々のトリートメントで美容室に行った時のトリートメントっていうのは結構重要になってきます。カラーのしっかり保護もしてくれるし、パーマの保護もしてくれます。それがトリートメントがない状態だと本当に、ダメージの原因だったりとか、色が抜けていったりとか、パーマがすごくだれてきたりとか、結構そういうので枝毛の原因だったりとかダメージの原因にもなるので、しっかりと美容室でトリートメントしてあげる。で、毎日のヘアケアを、トリートメントもしっかりやってあげると、パーマカラー、パーマとカラーのダメージも、まあ、ちょっとは進行を抑えれて、で、枝毛の原因も少しは減るかなと思うので、しっかりそれもやっていただいて。で、もうすぐ紫外線の季節になってくるので、紫外線予防のスプレーするなり、ヘアオイルをしっかりとつけて、ちょっと紫外線をこうカットしてあげたりとかするのも、すごく一つ、重要になってくるかなと思うので、それをやっていただくと、また変わってきます。で、結構まあ、この辺って皆さん結構ご存知かなと思うんですけど、で、あとは、まあ、中間毛先って結構、まあ、そういうの出てきたりするじゃないですか。まあ、毛先周辺ですよね。まあ、枝毛が出てくるので。でも、この、中間ぐらい、根元近くから中間ぐらいって、細かい毛出てくる方って、いらっしゃいませんかね。結構、いらっしゃる方も多いかなと思うんですけど、まあ、一つの原因としては、まあ、癖。まあ、うねりがある人は、そういうの出やすいです。で、あとはまあ産後の時ですね、産後抜け毛があって、ママさんだったりとか、それが伸びてきて短い毛が出てきて、伸びてきた時にこう細かい毛が出てくるっていうのも一つあります。で、あとはやっぱり美容師さんのカットになります。で、結構このすきばさみ、結構皆さん使うと思いますし、皆さん使うというか美容師さんが使うと思うんですけど、僕もお客様にしっかり使うんですけど、これの入れ方によって本当にこの中間ぐらいからこう細かい毛出てくるっていうのが全然あります。なので、本当にカットも気をつけてもらった方がいいかなと思うので、今私ちょっと出てるってなると、そこの髪の毛ちょっと伸ばさないと、この枝毛っていう中間の枝毛っていうのはなくならないので、そこはちょっとしっかりと伸ばして、やってあげると収まります。なので、今言ってる美容師さんだったり、担当の美容師さんに相談してもらって、こういうのが出てるけどどうしたらいいとか、で、相談して、まあ、カットの方法を変えるなり、トリートメントをしっかりするなり、まあ、ちょっと極論で言うと、ストレートパーマとか、そんなに強くないストレートパーマですよね。縮毛矯正まではいかないやつとか、例えば今だったら、3熱トリートメント。
か、いろいろ多分やり方はあるので、そういうのを、使っていただいてやってあげるとだいぶ変わってくると思うので、結構それ、この中間のやつって何なのって結構聞かれることが多かったので、ちょっと紹介したかったんですけど、基本的には本当にカットだと僕は思ってます。なので、枝毛についてのカットだったりとかを、まあ、得意とする美容師さんのところに行ってあげると、結構綺麗にしてくれるかなと思うので。ただ、この辺の部分をこう、ちょきちょき切ったりとかする人もあんま良くないです。正直、ちょき切ったとしても、その時は綺麗になるんですけど、ちょきちょき切ることによって、やっぱ短くもっかいになっちゃうので、で、伸びてきたらまた一緒になっちゃうので、やっぱり基本的に伸ばすっていうのが一番の、まあ時間かかっちゃうんですけど対処法になるかなと思うので。じゃあ普段ってどうしたらいいのってなるじゃないですか。ってやったらやっぱりブローがすごく大事になってきます。なので、ちょっと優しめの、ストレートアイロンですよね。例えばまあ有名なところで言うとヘアビューロンとか、あとは、僕よく使うんですよ。ホリスティックとか、のアイロン。を、しっかりと表面だけに通してあげる、枝毛が出てくるところに通してあげる、しかも温度が低めでやってあげるとちょっと収まりますので、それのでちょっと対処してあげる。もちろんそれをするときには、ミストタイプのやつだったりとか巻き髪ローションをしっかりとつけた方がいいかなと思うんですけど、それをしっかりとしながら、まあダメージはやっぱ出てきてしまうので、そのダメージもしっかりと保護しながら、伸ばしてあげると結構変わってくるかなと思うので、で本当にそのカットってすごく重要になってくるかなと思いますので、毛先の枝毛だったりとか中間の枝毛をやっぱりこう綺麗に直すと本当に髪の毛って綺麗に見えると思いますし、普段のまあなんか本当髪の毛ってこう触りたくなるぐらいの髪の毛がいいって思うじゃないですか。なんか触ってザラザラってなったらちょっと嫌だと思うし、触って柔らかいなとか綺麗に見えるなっていうのが結構ベストかなと思うので、やっぱり女性はやっぱ髪の毛が僕は結構一番かなと。まあもちろんお肌もすごく大事だと思うんですけど、髪の毛のやっぱ印象ってかなり女性で変わるなってやっぱ僕は思うので、やっぱりその普段のヘアケアだったりとか美容室に行った時のまあ美容師さんのそのカット方法だったりとかって結構それでかなり毎日のその気分っていうのは結構左右されるかなと思うので、まあ皆さんができることっていうのはまずは枝毛を出さないように進行を抑えるようなヘアケアの方法、あとは美容室行った時に美容師さんのやっぱ技量っていうのが結構大事になってくると思うので、正直カラーリングが大事とかいろいろトリートメントが大事とか結構あると思うんですけど、なんかホットペッパーとかで結構調べる方って結構そういうので調べる方も多いかなと思うんですけど、やっぱりカットが上手な美容師さんのところに行ってあげると枝毛って僕絶対に治ると思いますし、綺麗に見えるかなと思いますので、本当にカットが上手な美容師さんのところに皆さん行って、枝毛が気になる方だったりとかは行くと本当に変わると思うので、よかったら参考にしてみてください。で具体的にどこに行ったらいいのとか、まあ、ちょっとねあんまりこう個人的な情報もあるのであんまり言えないんですけど、そういうところをこういろんなところで、SNS だったりとかホットペッパーで探してぜひ行ってみてください。で毎日のヘアケアもしっかりと対処方法をやってみてください。はい、こんな感じで今日はお送りしました。この動画が良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。また、本当に気になることだったりとかをまたちょっと紹介していきたいと思いますので、こういう時ってどうしたらいいのとかコメントがありましたら、また書いておいてください。またそれについて YouTube 撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた皆さん、さよなら。